今週のホットニュースは東京ブランドのショップオープンの話題。まずはブランド設立15周年を迎えたミントデザインズから。ミントデザインズのお洋服は比較的色も柄もあって、それがこうただ可愛いっていう表現にならないように空間っていうのを持っていきたくて、グリッドが打ってあって重機がいろいろ動かせる、まあ、ある意味こういう実験的な自分たちらしい空間が作り上げられないかなと思ってはいるんですけど、うん、ギャラリーのようなミニマルな空間に色や柄が楽しいポップな作品が映えるミントデザインズらしいショップだ。